るアジア版が投稿した昭和天皇の生涯にスポットを当てた投稿からです。早速ですが、以下が要点になります。青字部分だけでも十分かと思います。2発の原爆投下で日本は破壊されたが、なおも米国との戦争は続いていた。誰かがこの戦争を終わらせる必要があったが、日本国民に対して敗戦を告げることができたのは道徳的権限を持つ昭和天皇ただ一人だった。昭和天皇は1926年に大正天皇が崩御された後に皇位を継いだ。1940年に日本は日独伊三国同盟を結び、壊滅的な4年間が過ぎた後、広島と長崎に原爆が投下された。こうして昭和天皇のリーダーシップが問われることとなった。戦後日本には国民に何かを伝えるリーダーが、つまり天皇が必要だった。それまで天皇は公共に向けては沈黙を保っていたが、玉音放送で天皇として初めて国民に言葉を発した。東条英機首相をはじめとする多くの軍部首脳が戦後裁判にかけられ、戦犯として処刑されたが、様々な戦争行為に加担した組織のトップだった昭和天皇は裁判にかけられることはなかった。権力のない象徴になってもらうことをマッカーサーが決めたのだ。民主的な同盟国として日本を再建するという米国の目的において、昭和天皇の存在は重要だと気がついたためだ。昭和天皇の時代は戦後40年以上続いた。その間、昭和天皇は多くの出来事を目撃した。日本の自動車産業や家電産業の台頭、ゴジラ映画、日本の野球リーグの登場などである。昭和天皇が崩御された1989年、日本は世界第2位の経済大国になっており、日米は敵同士ではなく、近しい友人であり、貿易パートナーになっていた。日本が一躍世界の表舞台に躍り出て、一度は傷つき倒れ、再び大国として戻ってきた時代に在位していた昭和天皇は、天皇の歴史上、最も在位期間が長かった。20世紀の激動の時代に生を受けた人だったのだ。以上になります。昭和天皇の戦争責任について言及する声もいくつかありましたが、ほとんどの方は戦時中のことよりもその後の復興に着目しており、激動の時代を支えられた昭和天皇への敬意が感じられる意見も目立ちました。海外の反応。敗意にならなくてよかったよね。日本国民をまとめるファクターだったわけだから。フィリピン。昭和天皇は偉大なリーダーだったと思う。天寿を全うされるまで責任を果たし続けてきたんだ。フィリピン。日本が戦争に負けた。だけど今ではアジアの経済的なチャンピオンだ。国籍不明。あたかも昭和天皇に権力があったかのように伝えると視聴者に誤解を与えてしまうと思うけどね。シンガポール。日本では神様と呼ばれていたわけだけど、実際には政府の方針に従うしかなかったんだよな。国籍不明。エンペラー昭仁の身のお父上だね。フィリピン。この人のせいで多くの人間が命を落とすことになったんだ。国籍不明。原爆投下は米国と連合国軍による信じがたい戦争犯罪だ。マレーシア。アジアで多くの人命を奪った昭和天皇の戦争責任を問わなかった。アメリカが責められるべきはその点だろ。マレーシア。過去は過去。戦後日本人が勤勉に働いた結果、今じゃホンダ、ヤマハ、三菱、川崎、スズキ、日産、イスズ、レクサス、マツダ、スバル、東芝、カシオ、キャノン、ユニクロ、アシックス、その他にもいろいろなブランドが世界のマーケットを支配するようになったんだ。フィリピン。今日本は世界の自動車市場の大部分をコントロールしてるし、輸出面でも日本のメーカーが最大勢力だ。それって一番のリベンジだよな。ニュージーランド。日本は2000年間争いに敗れたことがなかったんだよね。1945年、原爆が投下された後に降伏するまでは、日本人はそこから軍事力じゃなくて技術力を発展させることを重視したんだ。国籍不明。戦後の日本人の逆境を跳ね返す精神力がすごかった。
本当に驚異的な人たちだよ。台湾、アジアに災いをもたらしたこの人には一番重い刑を求刑するべきだったと思う。国籍不明、マッカーサーは正しい決断をしたよ。天皇は国民からとても敬愛されていて、日本兵は天皇の名のもと万歳攻撃をしていた。もしアメリカが昭和天皇に重い刑を課していたら、きっと日本は今のアフガン、リビア、イラクみたいになって、アメリカ側も反乱を起こした日本人によってたくさんの兵を失うことになってたと思うよ。フィリピン、耐え難きを耐え、忍び敵を忍びた。本物の男による悲しくも断固とした決意だ。フィリピン、祖父が明治天皇ってことを今日初めて知った。アメリカ、教科書に書いてあることって嘘ばっかだよな。国籍不明、歴史は常に勝者によって書かれるものだから。米在住、戦争に向かおうとしてた時期、天皇は蚊帳の外だったんだよ。基本的に軍部が国政を牛耳ってたようなものだから。マレーシア、本当に？それなら玉音放送を流すんじゃなくて、天皇を権力の座から引きずり下ろせばよかったのでは。国籍不明、いやいや、君は読み違えてる。軍部が天皇に開戦の同意を敷いたんだよ。でも日本では天皇の権力を奪うことはできても、天皇や皇室をないがしろにすることはできないんだけどね。日本人が皇室に反逆することは絶対にない。台湾、日本時の試練に見事耐えてみせた国。国籍不明、昭和天皇と聞くと日本の一番長い日を思い出す。フィリピン、昭和、歴史としては本当に面白い時代だ。アメリカ、アメリカが昭和天皇を裁判にかけなかったのには理由があって、中国とソビエトとの緊張関係が続いていく上で、同盟国としての日本が必要になったからだよ。シンガポール、昭和天皇は尊敬すべき人生を送ってこられたね。マレーシア、昭和天皇がいたからこそ日本は復活できたわけだよね。マレーシア、すべての戦争が残酷なものだ。なのに敗者だけが残酷だと勝者から責められる。ベトナム、俺たちは日本から学ばなくちゃいけない。焦土から見事に復活したヒーズル国から。イエメン、日本が勝ってたらなぁ。どれだけ平和な世界だったか想像してみてくれよ。南アフリカ、現存する世界最古の王朝が日本の皇室。127代、金城陛下は125代、2600年間も連綿と続いてるんだ。イギリス、昭和天皇は日本史上最も偉大な天皇だったと思う。国籍不明、天皇の歴史で最も在位期間が長いのか。原爆を投下されてしまった後の荒廃から経済的超大国になるまでを経験してるんだもんな。シンガポール、昭和天皇は太陽が昇りゆく様子と沈んでいく様子と、そして再び昇っていく様子を目にしてきたんだね。国籍不明。